ということでダンスカー卒業生の酒井成美さんです。はい、はい、今はカディスエンターテインメント、はい、に所属してアニソコリア、はい、というバンドのですねボーカルとして、はい、活動しています。はい、はい、でそんな成美さんにですね、聞いていきたいんですけれども、卒業してみて、ショーを卒業してみて今感じることっていうのをちょっと教えてもらいたいです。はい、まあ、一番感じるのは、どれほど便利なスタジオとか、どれほどいいね機材が近くにあったのかっていうことを一番感じます。在校生の皆さんにはぜひスタジオで練習する時間を大切にしていただきたいなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで東京でも成美さん頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい。